野島 T リーグ3年目ラブオール。ただこれ5ゲーム目に向かっていくにあたって TT 埼玉側としての不安要素の一つが第5ゲームで相手が勝ったことがないんですね。そうなんですよ。そこがさあどう勇気づけてシックスオールからの戦いでやるか。ここですね。ファイナルゲームはシックスオールからスタートします。それは相手のプレースタイルの特性なのか、なんかあえて課題とすれば何が。相手自身が悪いことっていうのはそんなにないですよね。やっぱ最終的にバックサイドで迷ってしまうってことがね、フォアで打つのかバックで打つのかっていうのも勝負ですから、もうシックスオールで。むしろ今までの負けた大きな要因はここまで行くにあたって間のやり方だったりっていうのに慣れてきたことによってより難しくなってるっていうことも言えるんですけどね。はい、非常に厳しいコースでした。立ち上がり2本練習86です。まずは自分のサーブで2本取りました水谷。3球目を攻めたのは間ですが、水谷がしっかりとディフェンスです。3本連取、鋭い眼光。あの3球目攻撃に対しても確実にもうどのコースでやるかということは水谷の中でも入ってますよね。はい、これに対して攻めていきます。4本連取テンシックスです。マッチポイント。諦めるわけにはいきません。あ、しっかりとブロックで対応しました水谷です。ゲームアドバンス水谷。最後は見事な戦いぶりを見せました。最終ゲームは11対7、水谷が取りました。これでゲームカウント3対2、木下マイスター東京水谷隼が TT 埼玉相田聡に勝ちました。渡辺さん、はい、水谷は見事でしたね。まあ、当然苦しい試合と言えますよね。前回は間が3対1で勝った水谷との対戦でした。まあ、終わったばかりのゲームですがこちらも白熱の試合でしたね。そうですね、1ゲーム目終わった時点ではもう完全な水谷のペースだかなというふうに感じるところが多々あったんですけれども、サービスレシーブの工夫が見られて、ただ2ゲーム3ゲーム目になってですね、やっぱり間のこの思い切った攻撃っていうところがすごく目立ちましたよね。やっぱここまで思い切らないとなかなか水谷から点数取ること難しいのかと思わせるような感じでした。しかし第4ゲームになってからですね、やっぱりまた水谷が間を崩しに行ったっていうところが非常に良かったですね。はい、はい、ゲームカウント3対2、水谷が勝ちました。これでマッチカウントは1対1となっています。